構造がございますですから、これからです、ね、アメリカはあのー、今の民主党政権はブッシュ政権の一つの対朝鮮半島政策を見直すためにです、ね、中国と協調して中国がどこまで許容できるのかということですね、で一つ実はプランが出ておりましてね、これはあの外交問題評議会という先ほど申しましたフォーリンアフェアーズの中でも提言があるんですけれども、あのー、南北が要するにその。 北朝鮮が吸収すると、北朝鮮が崩壊したときにただし、中国の警戒を招かないために38度線から北部、つまり今の北朝鮮にある地域ですね、ここにはですね、中韓米軍を置かないという提案をしてるんですよ。これも明らかにです、ね、北朝鮮が崩壊した時のシナリオを想定して動いてるんですよ。韓国とアメリカが統一しますよと。 ただし、統一はするけれども、そのことによって緩衝地帯である北朝鮮という地域がなくなることを中国が警戒するのなら、あの地域にはアメリカ軍基地は置きませんよ、つまり核は置きませんよというメッセージなんですよ、これ。こういう話が具体的に出てるんですよ。これが米中同盟の実態なんですよ。やれ、アメリカと中国は対立国家だね、人間が似てる、そういうレベルの話じゃないんですよ。もっと具体的なものは具体的に論じなきゃいかんのですよ。だって具体的なものがあるから、米中同盟というカテゴリーが出てきたわけでしょ。 だったらそれは具体的にはどういう形で進んでいるんですか、これから何が始まろうとしているのか、そのことを言わずに、ですね、まあ、あの私はまあ親しいあの先輩の方もいらっしゃるから、どうこういう気はないんですけど、あまりにもですねジャーナリストが非力ですよ。と思いますね。で、そういう中で、ですねあの私がよく言うその日本処分ということですよね。これ、じゃあ、日本は何を要するに要求されるのかと。 まずあの加藤浩一が主役の時代が続くんです、これから、皆さんも不愉快でしょうが、本当に不愉快でしょうそうなんですよ、これから加藤浩一の時代、どういう時代かと、戦後の憲法9条体制は正しかった、日本は軍事国家に行くべきではない、もちろん核武装なんかもとんでもない話だ、東アジアの平和と安定のために、日本はどんどん経済援助しましょう、皆さん、税金よろしくね、これが日本処分ですよ。 主役は加藤浩市なんですよ、もう。それが今、これから始まるとしても、加藤浩市がなぜここに来て生き生きしてるか分かりますアメリカと中国が俺のバックにいると思ってるんですよ。山口組がついたんですよ、裏に。分かりやすく言えば。もう引退したと思った組長のところにいきなり肩かなんか叩かれて、要するに山口組が俺があのバックにいるから頑張んなとか言って、やや山田とか加藤浩一が出てくるわけですよ。とっくに終わった人たちが。 異様なはしゃぎ具合ですもんねそして彼らはそういう,こう米中によるですね一つの東アジアの共同管理体制みたいなものに我々日本人も抵抗できないと思ってるからはしゃいでるんですよ。私もあなた方も抵抗なんかできるはずがないここまでなめられてるわけ。 そしてこれはですね私あの、最近書きました、その産経新聞の小森さんと協調いただきました、えっと、終わらない中国大衆援助という本の中にもちょっと最後に書いたんですけど、日朝正常化で,ですね最低でも1兆円、おそらくこれはですね数倍に上るだろうと言われているその特需を、ですね日本のゼネコンを含めた財界は期待しております。加藤浩一さん、頑張ってくださいというのは彼ら財界の意向なんです。 でその中に地図でも書きましたけれどもです、ね、北朝鮮の改革開放せ政策を支持するためにです、ね、日本が援助する、国際社会が援助するというロジックが使われるわけです。北朝鮮は独裁国家じゃなくて、西側にも文句を開いした、かつての中国のようになり,なりましたよというのが売り物なわけですよ。この売り物がなきゃ援助なんか来ないんですよ。じゃあ、何をするかといったらです、ね、インフラ整備するしかないんですよ。鎖国をやめて海外と要素にあるでしょ、交流をしましょうという話になれば、何が必要かというと、港が必要ですよね。 飛行場が必要でしょう、う道路が必要でしょう、う日本がそもそもですね、ペリーが来て開港したときに何があったんですか、横浜が大きくなるんですよ、港がある。あれが開放ということの意味なんですよ。ですから北朝鮮がこれからですね開放政策を問うといえば、ですね北朝鮮の今ある港を近代化する、拡充していく、高層道路を作る、まずインフラ整備が中心になるんですよ、再建の。そしてこれも言いましたけど、ねあのー、東海岸にあるチョンジンとか、ですね西海岸にある南方 これはあれあですよ。ラしゃされた日本人が連れて帰るてこところですからね、そこにわれわれのお金で再建するんですよ、皆さん。皆さんのお金で。これが加藤浩一の時代なんですよ。マスコミは書かないんですよ。中国から情報を問えなくなるから。で、そういう屈辱に私は、そしてあなたは耐えられるんですかという話なんですよ。これが今年から問われますよという話なんですよ。 今度から港の整備なんかどんどんしますよ。で、気になるのはです、ねその、この間です、ね、あの国連開発機構という、ね、UNDP という団体がございます。これはです、ね、あの中国の,そのロシアとの国境にあるトマン港というです、ね、開発を非常に熱心にやっているところで、そこにあるあのラジン港というです、ね、有名な不登港と、凍らない港ですね。 のあの整備を10年ぐらい前からやっておりまして、アジア開発銀行や世界銀行は一応撤退してるんですけれども、この国連開発計画がちまちまとやってて、ところがその援助金がですね相当北朝鮮当局に賄賂として流されている、中抜きされているということで、去年一時、のこの計画が国連で止まってたんですよでこ。で、今回、再開になりました。で、アメリカや日本は反対したんですけど、再開そのものはですねあの中止になっておりません。 つまりこういう形でですね、要するにあの国際機関からお金がいる。もちろんこの国連開発計画、日本がお金出してるんですよ。で、これも誰も書かないわけですよ。我々の税金なんですよ。つまりそうやって外堀を埋めるんですよ。国際機関から出す。アジア開発銀行から出す。世界銀行から出す。 で日本との政治を勝ったのはさすがにですねあの加藤浩次だ、山高田が旗を追って、脱出された日本人が連れていかれた港になんで援助しなきゃなんて、<laughs> ノーデーショそれはあ、まりにもまっとうすぎる意見が出て、とてもいきなり正面突破はできないだろうけれども、まず外堀から埋めていこうという動きが、アメリカと中国の指導によって今年から始まるんですよ。つまり、米中同盟なんて一言じゃないんですよ、皆さん。つまり アメリカという中国というです、ね、地域の大国,組めがで大国が組めばです、ね、周辺の要するに国家関係、いやでも影響を受けたら得ないんですよ。ジャングルの中で,です、ね、象が2人でダンスを踊ればです、ね、それは狐やです、ね、あのそういう小動物はたまらんですよ、うさぎとか。地面が揺れてくるんだから。無関係でやられないわけですよ。これがこそれがこ年から始まるということでしょうね。 でそういう,です、ねこうまあ、リアルな認識というのがなかなか皆さんはないと、あ皆さんというかあの、マスコミが報道しないためになかなかないということですね、であのその米中同盟がです、ね、実はそのあの私、先ほど言いましたその財界のです、ね、主導で行われているのはなぜかということですね、つまりあのあのアメリカの大資本にとってです、ね、製造拠点としての中国の存在というのは大きいんですよ、コンピューターのデル、あるいは携帯電話のモトローラ。 あるいはですねあのもっと大きい IBM とかですね中国の,そのパソコンだとかですねあの家電とかですねそういうものをですね安く組み立てることによって国際的なビッグビジネスというのはいわゆる世界中にそれをばらまいてですねまあ利益膨大な利益を上げているわけですけどとりあえずですね中国に代わるだけの代替値というのが今のところないとで実際、膨大な利益を上げていますのでね でそういう連中がやっぱり政治献金をしていく、そういう連中はです、ね、政治的外交的にアメリカと中国が関係を悪化することを好まないんですよ。で好まない結果、どうなるかといったらです、ね、ヒラリーみたいな女性がやっぱり出てくるわけですよ。日本で言えば加藤浩一さんみたいなのが出てくるんですよ。加藤浩一さんがです、ね、要するにあの北朝鮮から帰ってきた5人の日本人は返すべきであったと。で要するに安倍さんの外交はひどかったと。 あの男はもう少し修行すべきだみたいなことを言ったでしょ、あれ、我々に言ってるんじゃないんですよ、金正恩に言ってるんですよ、言ってますよって。けど、金正日が採点するんですよ、本当の話ですよ、皆さんこれ。そうしたら、金正日が指定してくれるんですよ。加藤浩一さんの知り合いの業者、じゃあ,あ、日朝正常化で日本からお金が入るから、あのその業者にじゃ港の建設を請け,け,け負わせるからという話になるんですよ。売国的な話でしょう。誰も書かないんですよ。